はい、どうも皆さんこんにちは、ノアです。 U チーム7段ね、稼働して、まあ今2日目なんですけど、皆さんやってますかね。今回は、ホンダで一番 UR の中では評価の高い孫悟空 BR 使ってみたいと思います。でこれでね、やっぱりもう絶対やってみたかったこの組み合わせで、やっぱりエナジーを貯めてなんぼなので、今回仮面王入れてます。暗黒仮面王でまずね、最初にスキャンして、あ、まあその前ピッコロだね。ピッコロスキャンからの暗黒仮面王で、エナジーを貯めた後に孫悟空 BR でエナジー破壊して、ブッパという、ね、流れをやってみたいと思ってます。多分これだったら、まあ、簡単に10個エナジー貯まるから、ね、10個からの、エナジー5個破壊っていうのができるのかな。でエナジーが、まあ、5個、10個から要はさ5個なくなって5個補充されるから、実質、ね、ノーコストっていうねまあ時代も進んでグレンベジータがねこの環境で、ね、一気に強くなったっていう感じなんですけど、まあ今回やりたいのが、まあ、これね、エナジー破壊してからパワー吸収で、その後にベジータがエナジー破壊されていると、仲間全員のパワープラス1万エナジープラス5となってます。まあ、お互いにね、もうね BR のゴッドっていうのもいいし、もう本当に相性いいので、このベジータ自体が今結構高騰してるんですけど、やっぱりその影響もこの BR 悟空にあって、本当に相性いいと思うんだよね、これ。ダブルベジットダブルベジットあれかな、まあ、ヨッシャーと降臨するスーパーサイズグルーカーで1ラウンドアップになるね。あー、スラッシュ悟空のちょっと怖いかな、デッキが。うわ、ちょっと怖いね。あー、エナジーゼロにされたらこれどうなんだろう、わかんないねエナジーゼロにされんのうぜー。バイバイ、切るか、てか切らなきゃ死ぬ。あー、来た。エナジー何個くらいたまるんだろう、これ。ご飯サポーターにしても技打たれちゃう。だったら固くした方がいいか。14000やっちゃうこれ。まあ、先行は取れないけど、でも、先行取った方が後にアビリティ発動だよね。だからこのラウンド逆に後攻取れば、先に暗黒仮面王でエナジー補充して、その後に BR 悟空でパワー全部吸収できるから逆にいいってことか。じゃあバイバイ切らない方がいいんじゃない。パワー吸ってから1000にするのもったいないよね。ちょっとバイバイ今回違かったかな。したらじゃあこれでいく。よし、はい、行ってみようか。まあそうだよね、突っ込んでくるのは明白じゃん。で次のラウンドで、トランクスがねユニット持ってて、戦闘力を制限するユニットがね確かあったはずなんだよね。まあそれをやってくるのかなって感じ。激戦のスタジアムアプリ、なるほど。まあ先行は絶対取れないってやつだね。でもこっちもこっちで相当火力上がったし、まあゼロにされるのはうざいけど、パワー吸収が結局強いってことだよね。あー、でもベジットブルーやばいかも。待って、こいつだってさ、4倍から6倍、それはまずいな。それいくつになるんだろう、パワー。悟空 BR って結局その1人当たりから3万吸収するだけでね、まあパワーマイナスまで落とせるかって言われると意外と微妙なんですよ。だからこういうさ脳筋系のキャラクターにはあんまり通用しないんですよね。安定のというか、やっぱりベジットブルーが最強なんかな。はい、3万。で次先行取れないんだよね。バイバイ切った方が良かった。はい、あ、でこれね連打するとね、こうやってほら早送りっていうかね、アビリティ表記がこうやって速くなったんですよね。これは結構時間短縮には、いいですね。あー、でもきついなー記録すっからかん、もしかして。うーわ、ひどー、マジでいやー、バグってるわ、スラッシュと腎臓、本当に。
まあ防げば問題なしと。でもさ、ベジータでもこれ消えするよね。いやー、ひどいな。女、女、おし、ひどい。さあ、アプリどうするか。次気力ダメージ無効じゃないとなんかやばい気もするんだけど、素足封じてる暇あったらさ、気力ダメージ無効にした方がいいよね。でもベジータで結局軽減消されんのか。レベルダウンしてしまった。微妙。あー、ダメージは食らってない。やっぱそうだよね、デジットブルーとヒーローアバターが怖いだけだから。まあでも気絶しちゃったか。いやー、アプリむずいなこれ。非常にアプリが難しいで、これ女の子に来るじゃん。まあそれは知ってんだけど、アプリどうする。これ 45% 減が、おっと、まさかのピッコロ5% 減がいいんかな。でもさ、ベジット食らったら死ぬよね。だったら、やっぱり 45% 減かな。いろいろ考えたけど、だって極限アプリ使ってもエリート連携で落ちるもんね絶対。これもう食らわないしかないってことよね。で、 45% 減が消されてベジットブルー食らうと多分死ぬんで、難しいね、ちょっとこれは。で、先行は絶対取れ。なんでそこ行っちゃうの。マジか、今の7分の1引いた。ちょっとひでえな。開いた。あー、マジでひどい今のは。誰が4倍になったかも分かんなかった正直。あ、でもベジータで消えるのか。ベジータで軽減消されるから4倍は別に関係ないっちゃ関係ないんだけど、それもさ、引っ込むかどうか分かんないよね。え、これ難しくない？すっげー難しいんだけど今回。バイバイもこれなんか違かったしね。なんかさ、やっぱり何も考えずにバイバイ入れるの良くないね。全然違かったわ今回で言うと。だってこれ出しちゃうとパワー戻っちゃうな。まあでも人造とベジット封じ込められるって考えたらまあありか。人造とベジット封じられる。そう、そうだね。耐久はないんだよな。まあ行くしかないよね。いや行くしかないよね。7の8、9、10。あ、ちょうどエナジー10個じゃん。行くしかないな。ハードアクションとタッチアクションも封じられるから、やっぱバイバイは出した方がいいと思う。パワーが戻っちゃうキャラもいるからな、これ。そこがめちゃくちゃ厄介なんだよね。でもベジットの火力減らせるって考えたら絶対やってたと思う。しかもこっちガード高いしね。ガード下げないのかいって。まあアイデスの半分ぐらい。はい、来た、軽減無効で、これです。この劇場版のチェンジいいよねこれ。最初ね、身勝手になるかと思ったよねこれ本当。おお、銀色にならないんだ。いやー、かっこいいな。あ、これ企画性。しかもエナジープラス3もでかいよねこれ。で、あとパワーガードが2倍になったんかな。まあ普通に考えて危ね、普通に考えて強い。ここら辺狙っとこうか。うわ、すげえ。先行は一生取れないね。てかぶっちゃけ相手ユニットなしで先行取れたんじゃね。さあ、仮面王の力でエナジーがプラス7なんで、まあ、10ですね。で、これです。マイナス5からの3万吸収で1万アップのエナジープラス5。強くない？普通にぶっ壊れてるね。あとこれダブルアタックがスーパーになるから、ベジータ BR ね、やっぱりさ、これブルーのね、孫悟空と組むとダブルアタックスーパーのスーパーパートナーなのかな。で、そうなると固定3000がつくから、全てにおいて相性がいて。さあ、これでチャージ速度4段階アップ。いや、6か。素足2回分と6段階ぐらい上がってます。ああ、6段階。いや、やっぱりね 45% は絶対あったと思う。これ
亀裂しないのはめちゃくちゃありがたい。まあでもどうだろう、ああ大丈夫そう。おギリギリ、超ギリギリ。あいいね、1500しか食らわない。そろそろ腎臓のパワーもなくなると思うんだけど、次のラウンドでまた3万吸収して、3万吸収して、1,2,3 だから9万ダウンでしょ。だから次でようやく腎臓がパワーマイナスじゃない？いや、なんとかなるかも。うん、なんとかなりそう。あとはここで倒せるかどうかで、ね、半分食らってるのがちょっとうざいか。さっきさ、相手が女じゃなくてピッコロ止めてきた理由でさ、ピッコロを止めると女の子亀裂してるから、そもそもアタッカーに出せないんだよね。でアタッカーに出せないといないも同然だから、ピッコロを狙ってきたんだと思うんだけど、これされちゃうとちょっと辛いですね。はい、で相手の気力がない。これワンチャン気力ルートある？うわーすっげーギリギリ。さあこれエリートいって、エリートー、よし。入ったんじゃない？来たー。しゃー、これいったんじゃないか。半分でもさ、悟空 BR だってもうパワーお化けだから。これうわやば、いくつぐらいなんだろう。一人頭から3万吸収が今2回発動したから21万、4万アップ、あ違う、40万アップ、パワー40万で半減ぐらいだよね。まあアイオスの半減食らってるって言っても何十万はあるはず。お強っ、いけいけ、倒せ。うわっ強っ、やばいな悟空 BR。 あ勝ったわ、勝った、ダブルある。で全滅、切ったこれ。よっしゃー、来てしまった。スーパーパートナー光ってます、これは強烈。ワンチャンこれだけでいっちゃうんじゃない。いやグレンベジータもいいね、これパワー上げてくれるし。おおいいね、6226。あオッケー、KOということでね、まさかのベジットブルーの半減を突破して勝つっていうね。まあ悟空の必殺技も新しいやつだったし、なんていうんだろうこれ、交流レッパー、前回のやつが獅子閃光みたいな感じの必殺技だったよね。こういうやつバーンってブロリーにやったやつ、こういうね、交流閃光だ、ごめん、そう獅子閃光は違うわそれなんだっけ、テイルズじゃねそれまあかなり、強かったですねやっぱり、うん、もうね前評価が高かっただけに、うん、めちゃくちゃ強かったです。であとはもう、ガードもね3倍になるから、やっぱご飯 SH でガード増やした後に3倍にしたりも強いし、あそもそもそっか2倍持っててこれだから、上げてから2倍だから、もう最後もっともっともう20万とか30万のレベルじゃなかったかもねパワー。はい、いやー素晴らしいカードでした。まあね皆さんね、ぜひこれめちゃくちゃ強いので使ってみてほしいのと、やっぱ今回いいなと思ったのが暗黒仮面を、うん、このコンビで、あトリオか使うとね、エナジー上げてからスキャン順的にね、悟空ベジータって言ってはね、エナジーがきっちり溜まった後にマイナス5からのプラス5で、まあ実質ノーコストで敵のパワーをね全員分3万吸収、できるっていう、もうねぶっ壊れです。で今回ちょっと違かったなって言ってたのはこのねバイバイ、うん、これはパワーマイナスもね実質戻しちゃうので1000に、まあここはちょっと違うプレイ版イーシンとかでも良かったかもです。ということで、今回の動画もしよろしければチャンネル登録や高評価などもよろしくお願いいたします。 UGM7 段最新動画もぜひ終了画面の方からご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。